ん、どうも山田です。はい、皆様、2月の27、これが一体何の日かご存知でしょうか。これはですね、ポケモンの公式がですね、設定しましたポケモンデーという、そういう日になるんですよね。このポケモンデーというのは何かというと、まあポケモンの記念日ですね。ポケモンっていうのはですね、もう一番最初にこう発売された赤緑、ポケットモンスター赤緑っていうソフトがあるんですけれども、こちらのですね、発売されたのが、どうやら2月の27日みたいです。はい、まあ当時ね、僕もポケモンのゲームボーイでね、やりましたけど、そういえばそんな時期だったんだなと。はい、その記念日の設定でですね、僕もね、なんかもう半分知らなかったって感じだったんですけど、そんな、ポケモンデーというのはですね、結構そのポケモンの公式さんがこう盛り上げようということでね、例えばなんかちっちゃいイベントやったりするんですよ。今現在はですね、ポケモン GO というゲームはですね、ポケモンのですね、ソフトの方で新作が出るよとか新しい発表が来ると連動する形で何かしらイベントが来たりだとか、ポケモン GO の方でもゲリラ的にですねイベント来たりとか、そういったものが今までもありました。でさらに今年のポケモンデイっていうのは結構特別で、25周年の年なんですよ。2021年ポケモンが出てから25年経ったんですよ。25周年という節目のこのポケモンデイで、ポケゴーにもなんか関連する発表来そうだよねというふうにね、ちょっと思っていまして、ということで今回はですね、ポケモンデイが来た時に、じゃあポケゴーでこんなイベント来るんじゃないのみたいなね、そんなまあ半分推測と、まああと妄想もね正直含まれるような、そんな話なんですけれども、というのをお話ししていこうと思います。また、ちょうどですね、このポケモンデーが来る前にですね、ポケモン GO イベント発表来ました。3月以降ですよね。はい、レジェンダリーシーズンというね、レジェンドが、まあ、伝説のポケモンがこうピックアップされる、そんなイベントがねもうずっと開催されますよというのを言われていて、これも掛け合わさってイベント来そうだなというふうに思ったので、まあ、そこもちょっと加味してね、今回お話ししていこうと思います。ということで、2021年、ポケモンデイに向けてこんなのが来そうだなという、そんなお話やっていきましょう。はい、まあ今回のこの2021年の2月27日に今一番有力だと言われているポケモンの、発表内容なんですけれども、これはですね、ポケットモンスター、ダイヤモンド&パール、まあ、4作目ですね、これのリメイクが来るんじゃないかと、実はですね今すごく盛り上がっています。何それという方のために、説明します。ポケモンのシリーズっていうのはですね、一番最初のは赤緑があって、その後金銀があって、ルビサファがあって、昔のシリーズって要はちょっと僕とかね、ゲームボーイで赤緑やってたけども、ゲームボーイ世代じゃない子っていうのがやっぱり世の中にいるわけですよ。いやちょっとゲームボーイやったことない、ゲームボーイアドバンスならわかる、 DS ならわかる、スイッチならわかるみたいな感じでね、世代ってどんどん変わってっちゃうじゃないですか。でそんな新しい世代の子たちにも昔のストーリーをねやってもらいたいと、やってもらいたいって意思でやってるのか分かんないですけど、過去作をですね新しいハードでリメイクするっていうことを、今までポケモンさん結構やってきてます。赤緑もですね、ファイアーレッド、リーフグリーンという形、あとはルビー、サファイアもですね、ルビーサファも、それぞれ出ました。今のところ最初の3つですよね、前半3作っていうのはリメイクがされているんですけども、4作目であるダイヤモンド、パール、これはまだされていません。でダイヤモンドパールってものすごくですね、人気の、ある、まあポケモンのシリーズで人気のないっていうのは正直ないんですけど、非常にですねこうリメイクを熱望されている、そんな作品なんですよね。でこのダイヤモンドパール、今年はさすがに来るんじゃないかと言われていて、てか毎年実は言われてるんですよ。だからダイパリメイクみたいなやつってよくトレンド入りしちゃうんですけど、今年は結構今までの中でも一番こう可能性が高いと言われています。というのもですね、ドメイン取得っていうのが新しいんですよね。超でざっくり言うんですけど、要はゲームを出すと。ね、これからゲーム出しますっていう時に、じゃあその出すソフトの、じゃあホームページ作りたいと。で、そのホームページの URL とかでね、そのドメインを取得したりとか、あと商品を作りますっていう時に、要は世間に発表する前に、その登録をする時にいろいろ、登録をするんですよ。ね。うん。その中にですね、このダイヤモンドパールっていうのをですね、ポケモンさんがですね、ゲームフリークの方かな、が取得したっていうのが情報が流れてきました。なので、これは濃厚なんじゃないかと。レッツゴーピカチュー EV ですよね。これの、リリース。っていうか、これ、リリース発表か。っていうのが来る直前にもですね、同じようにこのドメインの取得っていうのがあったので、まあ、今回も可能性として高いんじゃないかと言われています。で、そんなダイパがもしも来るならば、これ、ポケモン GO のね、ユーザーさんにとっては非常に期待すべきポイントが復刻。伝説の復刻ですね。はい。ダイヤモンドパール、一体どんな伝説が出るのか。
そうですね。リアルがパルキアなんですよ。この2匹が、まあ、ポケゴーで強い。おかしい。普通にレイドバトルでも使える。ゴーロケット団とのバトルでも使える。PVP でも使える。お前強くないみたいな。特にディアルガですよね。鋼タイプ入っちゃってるからめちゃくちゃ強いんですよ。え、なんですけど、ポケモン GO でこのディアルガパルキアっていうのはですね、残念ながらあんまり開催されてないんですよね。いや、あんまり手持ちにいないんですっていうユーザーさん結構多いと思います。で、さらにですね、これ、復刻の回数も少なければ色違いも来てないんですよ。なんだけど、ディアルガとパルキアってこの2匹は、そのソフトのね、こう表紙にボンと載ってる2匹は、復刻全然してないし、色違いも来てないのにも関わらず、ギラティナとか、クレセリアとか、この辺はですね、あとヒードラムですよね。色違いとかね、技追加とか来てるんですよ。明らかにこの2匹だけ、ちょっとこう、遠ざけられてるんですよね。ポケモン GO へのリリースというか、その、復刻。これなんでやって、やっぱりずーっとポケモン GO のプレイヤーさん、きっと思ってたはずなんですよ。僕は結構思ってて。これじゃないって思ってます。ダイヤモンドパール。で、まぁ、ちょっともう、作ろうっていうことをもうちょっとある程度考えていて、で、そのこと考えたらちょっとこの2匹は、やっぱりその、宣伝のために取っとこうかというふうに、まぁちょっと、やっぱ、ポケモンの方がね、思っといたんじゃないかって、ちょっとね、やっぱり今予想が、いろんなところからね、立ってます。はい。で、もしもこれが来る場合なんですけれども、可能性としては2つありますね。1つ目は、色違いの実装。はい。復刻、さらに色違い実装っていうの可能性がありて。で、もう一つはですね、新しい技を覚えた状態で復刻っていう感じですね。さらにありえそうなのは、ダイパのね、伝説のポケモンっていうのは、まあ今言った2匹いるんですけど、それ以外の純伝説ですよね。いるんですよね。ユクシー、アグノム、エムリット。はい。この3匹のポケモンもですね、まあポケモン GO 一応実装はされているんですけれども、いっぱい持ってるかって言われるとちょっと微妙な感じのポケモンなんですよね。なんだかんだ実装されたのは2年前とかなんですけども、この3匹って地域限定伝説なんですよね。はい。それぞれが出現するエリアが決まっている、そんなポケモンなんですけども、この3匹っていうのはまだ色違いは実装されていません。はい。まあそうだよね、地域限定の色違いってなかなかこうすぐ実装しないっていうね、だからポケモン GO は今までありましたので、まあ当然だと思うんですけども、今回もしもですね、その2月27で、ダイパー関連の情報が来た場合、正直、まあ、ディアルがパルキアだけ来て、で、ユクシー、アグノム、エムリットやらないっていうのは、ちょっと、となんか可能性低いんじゃないかなって僕は思ってます。っていうのもね、このダイパのもしもリメイクが来てイベントやりますってなった場合、レジェンダリーシーズンっていう、その3月、4月、5月というふうに3ヶ月こうまたぐね、伝説のポケモンをピックアップするイベントっていうのの、ちょっと前に来るわけですよね。これが発表がね。うん。その中で、ボルトロス、トレナルス、ランドロスの霊獣フォルムが出ますよってこと発表来たんですけども、正直この3匹だけで持つのかって話なんですよ。持たないんじゃないかな。3ヶ月はちょっときついと思うんだよね。うん。間に絶対復刻や新規の伝説っていうのを僕は入れてくると思っていて、で、それなんだろうなと思ってたんですよ。で、それで今考え、売るのが、今言ったダイパの伝説たちかなというふうに思います。で、これがね、例えば新技でもいいし、色違いでもいいし、こう、パパパって復刻が入ってきたらみんな3ヶ月ずっと楽しめるでしょ？これ来そうじゃない？ねえ。まあ、ただ、ユクシー、アグノメムリットに関しては、さっきも言った通り、地域限定のポケモンなので、例えば日本だけで厳選できないユクシーだけとかなっちゃうんですよね。うん、まあ、でも今、まあ、これは効果不効果、ポケモン GO っていうのはね、今、フレンドさんをレイド招待して、リモートレイドパスっていうやつでね、遠くのレイド参加できるじゃないですか。国をまたげるんですよね、レイドで。まあ、なので、ユクシーだけじゃありません。アグノムとエムリット、これ全部一気に色違いが例えば実装されて、はい、この期間、各国でそれぞれ出ますよってなったら、もうアメリカとかヨーロッパのフレンドさん作ってお互いに招待してというようなところに需要が出てくるんじゃないかというふうに思います。おー、ボルトロス、トレノロス、ランドロス、レイジューフォルム、厳選だ、もうレイドパス、パパ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 、はぁ、落ち着いた。え、ユクシーたちの色違い、うおー、レイドパス、パパパパパパパ、はぁ、終わった。色違いのディアルがレイドパス、パパパパパパ、散財シーズンにこれはちょっとなっちゃいそうだなと、はい、思うんですけど、まあいいです、僕は散財します。うん。はい、ここまでダイパの話でずっと盛り上がったんですけれども、ポケモンでもちろんダイパ以外のものが来る可能性全然あるんですよね。ちょっとですね、その他のところの要素からもこう推測ちょっとしていこうと思います。まず今回のポケモンデイでこう発表来そうなのはポケモンユナイト
というソフトですよね。はい、これはですね、ちょっと前にですね、ポケモンさんの公式から発表になった、ポケモンの新作のゲームなんですけども、これはですね、ポケモンを使って、こう、まあ、何対何、5対5だったかな？はい、要はそのリアルタイムでこうバトルをするゲームなんですけども、このポケモンユナイトっていうのは、ソフトの開発は進んでいるよってところの発表あったんですが、発売日ってのはまだ言われていません。これの発売日とかが来る可能性は結構高いというふうに今言われていて、で、もしもこれが来た場合、例えばそのポケモンユナイトで登場してくるポケモンのピックアップのイベントとかがポケモン GO の方で来るっていう可能性は非常に高いです。ポケモンユナイト、これ結構ポケモンさんがですね力を入れて開発してるっぽいんですよ。で、このポケモンユナイトのゲーム性っていうのがリーグオブレジェンズっていう、もうめちゃくちゃ世界で流行ってるゲームがあるんですよね。はい、ロルっていうの聞いたことありますかね。で、このリーグオブレジェンズ自体はめちゃくちゃもう世界で流行って、日本だとちょっとまあそうでもないんですけど、流行ったゲームで、そのゲームをまんまシステムをこう引っ張ってきて、それはポケモンに置き換えてよりカジュアルにやれるみたいな感じにしているので、まあそのもう流行らそうという意思がちょっとやっぱ感じるんですよね。そんなゲームなので、それを PR するという意味で、ポケモン GO でもこの、ポケモンユナイト関連のイベントをやる可能性はあるかなというふうに思っております。続きまして、ポケモンスリープ、覚えてますか皆様、ポケモンスリープの話。これはね、本当だったら去年とかに新情報が確か来るみたいな感じでね、公式さん一番最初言ってたんですよ。なんか寝てる時もポケモンができるよみたいな、なんかすごいゆるい発表があって、でこれがですね、そのポケモンスリープで使われるデバイスがポケモン GO でも連動されますよみたいな感じで、じゃあポケモン GO を起きてる間やって、寝たらポケモンスリープみたいな、なんかもう24時間ずっとゲームやってるじゃんみたいな感じになるなっていうのはね、その昔の発表の時に思ったんですけど、これがですね去年来なかったんですよ。で、おそらく開発中止っていうアナウンスとかもないので、一応まあなんか時勢を見ているのかわかんないんですけど、まあ動いてるとは思うんですよね。うん、なのでこれも、去年ちょっと出ませんでした、すいませんっていう形で、今年来る可能性があります。で、ポケモンスリープに関してはマジでその一番最初のアナウンスの時点でポケモン GO とのこう、なんていうか親和性っていうのがあるよっていう風にも初めから言われていたので、もうこれはイベントというよりもポケモン GO の方に、ポケモンスリープに関わる何かしらの機能が来る可能性が非常に高いです。なので、それの発表っていうのも ありえますね。なのでイベントというよりもポケモンスリープ向け新機能がみたいな発表がポケモンデイに来るかもしれません。そして最後にちょっと個人的に可能性としてありそうだなと思うのは、ポケモン剣盾関連ですね。はい、ソードシールドね、スイッチの完全新作の、ポケモンのシリーズですね。もうなんだかんだダウンロードコンテンツも去年出尽くして、もうある程度遊び尽くしたというようなね、ユーザーさんが結構多いと思うんですけれども、これもですね、すでに全部もガラル地方のポケモンっていうのは出たんですよね。はい、で、そのガラルのポケモンたち、これがじゃあそろそろポケモン GO にちょっとずつ入れてもいいんじゃないかというふうにやっぱ思うわけですよ。すでに何匹かね、ポケモン GO 実装されてますよね。カモネギとかダルマッカーとか、まあそういったポケモンたちが、ポケモン GO の方でも入手できるようになっているんですけれども、他にもですね、ガラルの姿のポケモンっていうのは、なんだかんだいるんですよね。サニーゴとか、あとはガラルのヤドランとかね、あの辺もいるじゃないですか。こういったポケモンたちが、入ってくるっていう可能性はあります。なんかどうやらデータとかがね、もう入ってきてるらしいですよね。はい、ガラルサニーゴとかガラルヤドン系列みたいな、この辺のどうやらデータっていうのはポケモン GO に入ってきてるみたいです。なので入ってきたタイミングを考えると、これもポケモンで、全然ありそうだななんてね、思いました。はい、ということで今回は2月の27日のポケモンデーにね、ポケモン GO の方にこう輸入されそうな要素について、少しお話ししていきました。まあね、あーなんか俺も考えてたよっていうような、そんな内容の寄せ集めだったかもしれないんですけど、どれか一つでも当たってたらいいな。2月の27日を皆様お楽しみに。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山ちゃんチャンネル公式 LINE スタンプできました。概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。